こんにちは、速稼塾の久保です。いや、今回の動画スピード感あって良かったんじゃないですか。あと表情も多少ね変わってきましたんで、やっぱ取り組みやすくなってくるんじゃないかなと思います。やっぱ動画って見てる人がね、楽しくてワクワクするから次も見たくなる、この連鎖だと思うんですよ。まあそういう意味ではちょっとね変わった動画になってきたんじゃないかなと思います。お疲れ様でございます。そしてですね、やっぱりこう22歳23歳でお金が稼げるってことも言われてましたけども、実際にこうなりますよっていうふうな実例を見せた方が、視聴者さんもこの人言ってるだけじゃないのとかね、あとね勉強時間に関してもどのぐらいの分量がどのぐらいの分量に減るのかってことをやっぱりね具体的に明示した方がいいと思うんですよ。世に言うよく言われる宅建合格塾は、例えばね1日3時間を200日やって600時間をやるんですよ。でも私の勉強方法だと1日1時間をなんと60日で OK、 つまり60時間で合格できるんですよ。もちろん合格するために100点満点取ろうとかっていう発想はありません。こっちは捨てて、こっちは捨てて、このコアな部分だけをほぼパーフェクトに覚えること、そしてそれを解けることによって宅建の合格ラインをきっちり取っていくことができますっていうふうなね、言い方もできるかもしれませんよね。はい。ちなみにですね、この宅建速報 .com っていうホームページがあります。宅建を受験する方なら必ずチェックしておかないといけない数字がここにあるんですね。例えば、これです。合格ライン。50点満点中、何点取れば合格できるのかってことを、各予備校の先生がね、予想しています。そうすると、そうだね、50点中38点、今年、2021年は取った方がいいんじゃないのって言われる方が、お一人いらっしゃいます。ちょっと厳しい判定ですよね。で、この黒田先生はフォーサイトっていうところでは37点でいいんじゃないかなって言われてます。で、最も多いのが35点もしくは36点、つまり7割は取っておきましょうってことなんですよね。50点満点中35点ですから。で、34点だとまあ通るかもしれないよねって方がこれだけいらっしゃって、で33点だったらまあほぼ全ての方が不合格と言われてます。つまり100点満点で考えると66点ではダメってことなんですよ。ですんで、宅建の勉強するときに、まあ予備学習とかね、あと模擬試験みたいなのがあるとしたら、まあ7割は絶対押さえておいてくださいよと。6割5分とか6割8分だと不合格ですよっていうふうになってきます。で、現状どのくらい宅建の点数が取れるのか、そしてあと何点取らなくてはいけないのか、そのあと何点に対してどういった勉強方法が一人一人に必要なのかを分析してお伝えしていきますよっていう形と分かりやすいのかなと思います、ね、やっぱり35点はいりますね。70点です。こんな感じでグラフがなっています。その他にも様々な数字がありますんで、分析すればほどね、この宅建学習のコツって書いてますけども、そういうのが分かってくると思います。で、宅建のね、合格率がどのぐらいなのか、もう合格率ってあまり見ないんですけどもね、はい、じゃあとりあえず見てみましょうか。宅建の合格率、ここに書いてます。宅建の合格率は 15% から 18%、 毎年約3万から4万人の合格者数が出ていますよってことです。つまりね、5回受ければ1回は通るかなっていう確率なんですけども、もちろんね宝くじじゃないですから、合格点に達してない人が、5回受けただけで1回通るってことはありません。つまりね、100人中15人から18人ぐらいしかまともな勉強してないってことなんですよ。つまり7割取れるような勉強してないってことなんですよね。そう考えるとね、まあどういうふうに自分のポジションを受けるかってことがわかると思います。こういうふうに全体の数字を捉えることって非常に大事ですからね。毎年の合格者数は約3万から4万人。10月試験は 29,728人、12月試験は 4,610 人というふうに、何月に受けるかによっても合格枠っていうのが決まってくる。これもね、よく知られていることでございます。で、宅建の難易度は大学の偏差値でいうとどのくらいなのかってことが書いてますけどもね、どういうふうに比較することができるんでしょうか。そうですね、宅建ここですね。まあ新潟大学、日本大学、近畿大学という、まあ中堅どころですかね。まあまあそんな難しいわけではないけども、ちょっと勉強してないと落ちちゃうよって感じでございます。まあ間違ってもね、地方の三流大学の学力で通るようなレベルではないってことですね。まあちなみに私、地方の、まあ三流大学って言ったらね、今在学中の方に悪いんですけども、
やっぱりね、在学中に宅建取れますからね。うん。まあ当時なんでね、二十数年前ですからね。で、現在は二十数年前と事情が変わってますので、在学中に取れるかどうかわかりませんけども、確かに宅建ってのはね、結構夢の広がる職業なんですよね。うん。宅建はね、偏差値で言うと55から59なんで、だから平均よりちょっと上って考えた方がいいでしょうかね。はい。まあ、金さん交流という風なとこじゃないですか。うん、そう思いますけど、いかがですかね。はい。ということでね、今回は数字をもとにもお話ししていきました。こういう風にね、どのぐらいの合格率があるのか、何万人通るのか、そういったところもお伝えできるといいですよね。つまり、宅建業界にも詳しいっていうこともポジショニングの一つになりますので、私の塾だったら合格できますよっていうふうな、それはね、結構最後の押し込みで必要なんですけども、最初のコンタクトでは、伝わりにくいんでね、具体的にどのぐらいのボリュームで勉強しないといけないところを、実はこのぐらいでいいんですよと。なぜなら、宅建の合格は7割取ればいいんですから、みたいな感じでね。で、逆に言うと 30% は全く勉強しなくてもいいんですよってことになります。ただ、やっぱりね、プラス、付け加えるとしたら、宅建の資格を取って勉強をクリアしてね、実際に実務に入るときに、宅建資格を取るために全く勉強してないところは実務でも出てきますんで、結局後から勉強しないといけないところありますけどね。うん。やっぱりこう依頼する方からすると、いや、これは試験に出なかったところなんで分かりませんねっていうね、そんな宅建師の方は信用失いますんでね。まあだから、そういうところは、どっかで話さないといけないかなと思います。はい。いろいろと長々と話しましたけども、まあ、いろいろとね、ポイントっていうのはお伝えできたかなと思います。まずは、儲かるっていうんだったら、その儲かってる姿を見せてくれよっていうのはね、そういうところは必ずお客様の方からいらっしゃいますんで、質問とかね、質問がないにしても、やっぱり人のね、動機を刺激するためには、俺みたいになるよみたいなね、ちょっとね、すごいだろうみたいなところも必要だと思いますね。まあそういうふうなね、自分の実績、もしくは前回もお話しましたけども、私の勉強法で何人中何人が合格しましたよみたいなこともお伝えできると、あ、確かに他の有名な予備校に行くよりもいいよねっていうふうに分かりやすく選ぶことができるんじゃないかなと思います。特に私たちは無名ですから、無名なりの武器を持たなくてはいけません。単なる自分の思いとかね、勢いとかでは、なかなか人にお金を払っていただくってことは結びつきませんので、より具体的に、より明確に、より、現実味ある方法で伝えていく、そんなコンテンツをたくさんお送りしたらどうでしょうか。はい。じゃあ、長くなりましたけど、最後にね、もうちょっとだけ、具体的な例を申し上げると、例えばね、高級車でファーッと走ってるところがある。で、伸びやかな休日を過ごして、今年の夏はこんな思い出ができましたみたいなね、そんな思い出話をしながら、宅建士になるとこんな暮らしが待ってます。もしくは、宅建の資格を持ってるということはね、きっと宅建を仕事にされてると思うんですよ。じゃあ日々の業務を紹介するとか、クライアントさんの打ち合わせはどういうふうにしてるのかとかね。そういうふうに実際に実務に入ってどんな暮らしが待ってるのかって、その暮らしの余裕ぶりとか、私の住まいはこんなに広いですと、事務所はここです。整理してあって、パソコンがこうで、資料がこうなっていて、で、来週のスケジュールはこうなってますみたいな感じでね。より、宅建として生きていくためのライフスタイルを見せると、よし、自分もあの生活に行くためには宅建を絶対合格するぞって気持ちにさせるんじゃないかなと思います。そういったところも無料コンテンツで、出していけるといいんじゃないかなと思いますけども、いかがお考えでしょうか。それでは失礼します。